皆さんどうも、メコルガ族ドイヒーです。なんかいろんなのがいるな。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はみんな大好きにゃこだせそう。アップデ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 ートが来ましたよ。今日はレジェンドゼロ行ってみよう。新しいキャラとか出てくるのかな。メンバーはこれならどんな敵が来たっていけんじゃないのかな。これで余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り余裕でいけるかな。余裕でいけるかというかもう勝ちました。まだ勝ってないよ。ああ、ツバメ野郎の悪魔波動放ってきてバリア持ちだったりするのか。バリアはなさそうだね。だけど波動に吹っ飛ばしはめんどくさいキャラだな。めんどくさい僕天才。緑のお野菜チンゲンサイ。ギャグ言わなくていいから。だけどあっさり倒せたからそこまで怖くはないか。こっちのデカくちばしの方がハードだからめんどくさいなと思ったけど、悪魔ツバメ野郎何度も出てくんのかよ。たくさん出されまくったらハードを吹っ飛ばしてしんどいかもしれない。とりあえず炎に頑張ってもらうか。炎を出しときゃ勝ち確定。ありがとうございます。それにはハードです。最強の壁に遠距離攻撃。もう負けるわけないね。だけどまだこれで終わりとは限らないよ。確かにここからツバメ野郎100体出てきたら一気にやられちゃうもんね。さすがにそんなヤバいことはしてこないと思うけどね。もう終わりでいいじゃん、終わりでいいじゃん。このまま終わりにしちゃおうよ。というわけで塔を壊してクリアとはならないの。ダチョウ野郎が出てきちゃったか。こいつの勢いはやばいな。ハーデスなしでただの壁だけだったら一気にやられてたかもな。しかしハーデスが耐えてくれるからあとはのんびりダチョウを倒せばいいだけの話。このままハーデスはやられないといいけどね。ハーデスは無敵です。絶対やられません。無敵じゃないからそのうちやられるよ。なーに言ってんだか。やられちゃった。ハーデスやられちゃった。これは相手の勢いマシマシ。この勢い止められるキャラも今持ってきてないしな。すごい勢いで押され出しちゃってるね。炎さえ守ればどうにかなるんだよ。みんなで炎を守るんだ。だけど敵もどんどん増えて勢い止まらない。これはピンチピンチ。としてポンチペンチポンチポンチってなんだよ。そんなこと言ってる場合じゃないでしょう。本当だ、ダチョウも2体目来ちゃって。そんなこと言ってる場合じゃなかった。炎もやられてもうた。さすがにこれはもう無理だ。このまま押されちゃってあっという間に負けちゃいました。あじゅっぴじゅっぱ。それじゃあダチョウ対策で黒顔を連れていこう。さらには吹っ飛ばない壁追加。これでリベンジオレンジマジマンジ。それじゃあ序盤は大丈夫だったからさっきみたいな感じで行ってみよう。だからカンカン出して対処していこうって。今回カンカン連れてきてなかったというわけで負け確定。ありがとうございます。まだ始まったばかりでしょ。どうなるかわかんないでしょ。じゃあ今回は飛脚猫に頑張ってもらおう。だけどさっきはあんなに簡単に倒してくれたのに今回は時間かかっている。カンカン強いんだね。ここでお金が貯まったから一旦バランスボールガロ出しておこう。のんびりとお金を貯めてってキャラをいっぱい出しとくか。炎と黒ガーを出すとなると結構お金必要だからね。もう借金作ってキャラ出せたらいいのにな。そしたら借金作りまくってなんぼでもキャラ出せるじゃないか。じゃあ借金作った時点で負けにすればいいんじゃないの。そしたらキャラ出せても負けになるじゃないか。キャラはどんどん出せてきた。あとは黒顔さえ出せればいいかな。だからもうこいつももう早く倒して、もうダチュアルも早く倒して終わりにしちゃうよ。あれバランスボールガールがあっという間にやられちゃってる。吹っ飛ばないとはいえ波動のダメージは食らいまくってるからあっさりやられちゃうのか。こいつは厳しいぜ。でかくちばし倒してお金がポカポカと思いきやそんなにたまらないのかよ。これじゃ黒顔が間に合わない。これだとさっきとあんまり変わんない状況だよ。ようやく黒顔出せた。間に合うのか黒顔。絶対無理だ。あーもう出てきちゃったよ。黒顔が来るまでハーデス耐えてくれよ。ハーデスやられちゃったらまた一気に攻められちゃうからね。また負けちゃうのは辛いね。黒顔がなんとか間に合った。ダチョウ野郎の動きを止めちゃえ。
そしておかわり来る前に倒しちゃう。とどめ刺したらええよ。ハデスがとどめ刺されちゃった。壁いなくなるか。だけどバランスボールガール出せてるから、なんとか押されずに済んでるぞ。あれ、だけどバランスボールガールもやられちゃう。壁がいなくなっちゃった。これはきつすぎだって。もう亀野郎にこらえてもらうしかないか。ああ、だけどダチョウ野郎倒せたよ。あいつさえいなくなってくれればいける。おかわり来る前に終わらしちゃおう。早く倒して、投降撃だ。あと袋を容赦。もうおかわり来んのかよ。早すぎだって。だけどまあさっきも倒せてるわけだし、ダチョウ野郎はあっさりといけるんじゃないのかな。壁がいなくてもなんとかなりそうだしね。このままみんなでゴリ押しゴリ押しゴリラ押しだし、最後まで油断はしないでよ。当たり前だな、ブラックマン。油断厳禁、金持ちヒカキン、お腹で増えるよ乳酸菌。こんなこと言ってないで、早くダチョウにとどめ刺したらええ。うーいけた。さすがにこれはもう勝ちでしょう。あとは特攻してクリア。楽勝のシュシュのシュ。このメンバーで次も行っちゃおうかな。余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り、また強いの出てくんじゃないの。果たしてここはどんな敵から出してくるかな。できるだけ弱い敵をお願いいたします。あれ出てこないの。そんなわけないか。だけど念願かなって弱いやつ。こいつらそこまで怖くないよ。こいつらで終わりじゃないよね。だけどハイエナ野郎が出てくるぐらいだったらそこまで怖くはないね。お金さえ貯まっちゃえばあっという間に倒せるよ。まずは誰から出していこう。ハーデスの壁がないから怖いけど炎からいっちゃおうか。炎だったらワインちょっと残しても倒せんじゃないのかな。射程が届くならいいけどね。遠距離攻撃必要もんだったら届いちゃうんじゃないの。遠距離でガンガン攻撃して早く終わりにしちゃおうよ。そこまで強い敵持ってとこないし、これはあっさり終わっちゃいそうだね。いきなり簡単なステージでラッキークッキーおいしいしって言った途端にカンガルー野郎が出てきたよ。さすがにこれで終わりじゃなかったね。だけど結局は押されてないからこんなの楽勝。あんたが最初派手ですごいぞ。マグロの解体ショー、あさりとカンガルー野郎はいなくなったよ。ワインちょっと残しももういなくなってくれよ。頼むってよ。だけどハイエナ野郎いなくなった。ワインちょっと残しだけになったら怖くないよ。みんなでグルチグルチグルラ押し出しであっさり終わり。あとは投稿してくれよ。6章のシュシュのシュ。次だって余裕のよっちゃん89歳いればなくす。大事なものをなくすなよ。だけどここは難しいかもしれないよ。結局ここも簡単だってとか言ってる間にもう来てた。完全にぼーっとしちゃってたよ。ぼーっとしてる余裕ないからね。でも犬野郎はそんな強くないからさ大丈夫。女の子ブー。他には天使野郎も連れてきたか。そこまで敵は強くはない。だから青人間まであっという間にどんどん倒してちゃおう。倒せばお金がプルプル。ガッポガポでしょ。プルプルしたお金なんて絶対嫌でしょ。またここでもツバメ野郎が出てくるのか。だけどツバメ野郎はそんなに怖くもないもんね。だけど溜まってきちゃったら大変になっちゃうんじゃないの。まあ吹っ飛ばされちゃうキャラには辛いかもしれないけど、ハーデスを吹っ飛ばされないからね。さらにハーデスは無敵だから。だから無敵じゃないんだって。何か言えばわかるかな。さらには炎も出せたぞ。ハーデス炎で最強コンビ。さあ敵を一気に倒してあとはもう特攻はしちゃうよ。特攻撃したら誰が出てくるかだね。出てこなくていいのにな。できるだけゲロシャブな敵でよろしくお願いします。それじゃあ誰が出てくるのかな。弱いやつ。おお、そんなめちゃくちゃ強いってやつは出てきてないじゃない。これならいけるいける。確かにめちゃくちゃ大変なキャラはいないね。急に激弱ステージ、ありがたすぎる。もう早く終わらしちゃおうよ。だけど押されだしてまだまだ油断はできないんじゃないの。押されてんじゃないよ。みんなでゴリ押しゴリ押しゴリラ押し出し。炎をもっとガンガンと攻撃しちゃおう。と攻撃、こんな奴ら倒さなくても
と攻撃しちゃえば終わりだから、あれここで一気に壁がいなくなっちゃうの、こうなっちゃうとちょっと辛すぎるぞ。一気にどんどんと押され出してきたね。まさかこんなに苦戦するとは、1秒ぐらいで倒せると思ってたのに。そんなに弱い敵ではないからさ。だけど気づけばあとちょっと、鬼ニャンマの怒りの血で次々倒しちゃう。さあどうも、と攻撃しちゃおう、と壊しちゃえばもう終わりだ。このまま投稿してエラクションのショショのショー、いい感じで突き進む。続きはまた今度、バイバイバイ、ポンポールピー、チャンネル登録よろしくお願いします。